ひまそら茜現象の続編のようなお話をしようかなと思います。具体的に言うと、ネット以前、ネット以後というように世の中が変わりました。ただ、これも私、ネットができた、できないによって大きく変わったのは変わったんですけれど、ただそこで単純に線が引けるのかなという疑問はあります。やはりここにゲームという要素を持ってきた方が世の中の線引きってしやすいのかなと。まあ、わざと線を引いて、こちらと向こう側、こちらとあちら側とで違うっていう、その分断を煽りたいわけじゃないんです。なんですが、ゲームをやってる人の感覚とゲームをやってない人の感覚では大きないろいろな違いが出てくる。例えばこれは昭和の終わりからですね、昭和の終わり頃ですね、ワイドショーでギャスクギャスク騒いだ話があるんですよ。何かというと、ひよこにリセットボタンはあるのか、ひよこのリセットボタンはどこですか問題。何を言ってるんだ、お前は何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、昭和の終わり頃だったと記憶してるんですけれど、子供が飼っていたピーヨコちゃん、ひよこが亡くなっちゃった。これですね、ひよこというのは、そうそうこう、完全にというより、これは全ての動物に言えるんですけれど、生まれたばっかりの頃というのは、結構旅立っちゃうんですよ。やっぱ天使ちゃんなんで、うっかり何にもしてなくても旅立っちゃうことがあって、そしてある時、ひよこを手に入れた子供が、まあ面倒見てたんでしょうね。動かなくなっちゃった。これはもうある意味仕方がないんですが、ですが、その子供は何と言ったか。ママ、まあ、あるいはパパ、リセットボタンってどこにあるの？何か解説しよう。ファミリーコンピューターというものがありましてですね、まあ、今のプレイステーションなどにつながる、まあ、DS か、とか、任天堂64、64じゃないか。まあ、とにかくゲーム機に、が普及しましてですね、家庭用のテレビにつなぐゲーム機というのがありました。アンテナにつないで2チャンネル2チャンネルに合わせてゲームをするとかいう、そういう時代、その時代テーブルゲームだとか、まあインベーダーもどきみたいなやつっていうのはゲームが終わったら終わりでした。終わったら終わり、まあ当たり前ですよね。ところがファミリーコンピューター、ファミコンが登場してから、ロールプレイングゲームなどなど長く続けるゲームが出てきた。その時にち気に入らねえな、ち気に入らねえなって結果になると、ピッとリセットボタンを押す。ピッてリセットボタンを押すと、ゲームはリセットされちゃう。途中までやってても消えちゃう。よって、対戦型ゲームをやってた時に、うっかりね、負けてる。ぐぬぬ、ぐぬぬ、ピッて、リセットボタンをやる、兄弟。お兄ちゃんが弟に負けると、ピッてリセットボタンを押すとか。まあそういうシーンを見たことあります。かように、リセットボタンというのは自分の都合の悪いことを消すこともできたんですが、同時にやり直すときに押すことができた。よってそのひよこが旅立ってしまった小学生の男の子は、リセットボタンどっかにあるはずだと。リセットボタンがあればそれを押せばひよこは生き返るはずだと。まあ、再起動ですかね。再起動すると思っていたと。これが新聞の投稿欄だったか雑誌の投稿欄だったかちょっと分かんないんですが、忘れちゃったんですが、これがワイドショーで取り上げられて、まさにギャースかギャースか社会問題になったことがあるんです。どういうことかというと、今時の子供は命の大切さが分からない、いかんわかん、ええへんとばかりにって話、うるせえこの野郎って感じ。大人というのは自分たちがゲームをやっていないのと、子供の経験値が足りないこと、子供というのは経験値が足りない分だけ理想を掲げ、夢を広げ、想像力を働かせることもできる。ところが、もうゲームが気に入らない、気に入らねえなっていう大人が多かったんですね。で、そうすると、特になぜゲームが気に入らないか、いくつも理由があります。子供は数の子、元気な子、お外で遊べとかっていう大人もいました。あるいは、テレビばかりを見ている。あるいは、テレビが見れない。2チャンネルでアンテナ繋いじゃうんで、テレビがファミコンに占拠されたお父さんの話、その昭和の終わりぐらいよくよく聞きました。お仕事終わって家に帰ったらビールでも飲みながらポンと開けてね、当時はポンと開けてトク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 と入れてナイター見て枝豆食べてと思っていたら子供がファミコンやってるんですよという切ない話、なんかもありまして、
多国籍軍状態でゲームが批判され攻撃されていた時代があるんですね。その時にそのひよこのリセットボタンという話が出てきた。さらに宮崎事件などもありまして、とにかくゲームいかんあかんということになりました。しかしそのゲームをやってきている、まあそのひよこのリセットボタンの時に小学校だった、小学生だった子供が、当時仮に小学校1年生だと6歳7歳あれから32年の月日が流れたらもう立派なおじさんです。立派なおじさん。ひよこのリセットボタンなかったんですかって、ないんだ、ないパパママないって言ってたお子ちゃまが、もう40過ぎとか50とかのいいおっさんになってるわけですよ。あ、おばちゃんかもしれない。あ、ね、まあ、女性、レディ。あ、失礼、危ない。立派なレディになってるかもしれない。そうすると、まあそんな大人になっている人たちが、子供の時からゲームがあって、何かあるとリセットボタンを押すという、まあその後保存をするとかいろいろありますけれど、それがもう当たり前のベースになっている時代。ただ、ただですよ。その時代すでに19、20歳だったりとか、あとは私の家にはゲームなかったんですよ。父親が嫌いで。で、そうすると私の姉も妹もほぼゲームやってない。妹なんかは年離れてるんで友達の家なんかでやってたそうなんですけれど、ほぼやってない。私ゲームやったのって言ったら、高校実生になって友人の家に行って、その友人のところが男3兄弟で、で下の子が当時私高校生で、小学校1年生で、結構年の離れた子なんですけど、その子とファミリースタジアム、ファミスタ、野球のゲームやって、もうこれ私大人の貫禄でボロ負けしました。ボロ負け、どうやっても勝てない、どうやっても勝てない、何をやっても勝てない。あのファミコンの場合には2コンって言って、1コンと2コン、1プレイヤーと2プレイヤーの2コンの方にはマイクがあったんですね。カラオケもできるとかなんかつって、この2コンのマイク使ってピーッピーッと、小学生男子の肌がよじれるような下系のそういうキーワード、ピーッピーって話して、ミヤックずるいよ、笑わせてずるいよつって、このネタもすぐ切れちゃうんでね、もうボロ負け。ミヤックつめんねえねえつって、ハンデあげようかつって、小学校1年生に、高校1年生。ね、まあ、しょうがないですけどね。しょうがないんですけど、私がそこで何学んだか。ゲームっていうのは可能性があるってことなんです。どういうことか。まあ正直力にしたってね、自転車でキャッチボール、危ない。まあその手のことだったら、そいつのところの兄貴が同級生なんですけれど、長男は当時で、まあ、180いくつかあって、私がね、44なんで、はるかに背がでかいんですよ。ですけど私中学校の時に、まあ、腹筋1000回で腕立ては200回とか300回とかやって、毎日巻き割る1000回殴ってたりとかしましたんで、まあ正直多少の自信はあったんですよ。いろいろなまして小学校1年生なんかね、そんなことする、もちろんそういうターゲットでもないですけれど、勉強も高校に入った時点では、そこの兄弟よりそこの兄貴よりはできました。入った時はね、すぐ抜かれましたけど、勉強やめましたから。で、小学校1年生と高校1年生だったらもう絶対的に負ける要素がないんですよ。負ける要素がないんですが、負けるんですよ、ファミスやると。もう惨敗。ミヤ君、つまんないと言われるぐらい。最後はもう三重県つめんねえつめんねえ、ね、懐いてくれてて愛情を持ってたんですけれど、やっぱりどうやってもつまんなかった、つまんないっていうか、うん、まあそんな感じ。まあですから私はもうトークで笑わせること、笑わせて楽しませることぐらいしかできなかったんですけれど、ただゲームという装置を使えば大人であっても子供であっても同じ土俵で勝負ができるんですよ。年功序列でした。バッチリ。昭和時代なんてまだまだバッチリ年功序列ですし、体育館裏来いよなんて日常会話の人もいました。人もいたって話ですよ。体育館裏で何するんでしょうかね。エコエコアザラコエコエ、あ、それ違いますね。それ違いますね。まあ、まあ、ともかく。ゲームをやっていると、そこには力の差だとか、リアルのハンデキャップとかがないんですよ。それが今オンラインゲームの時代になってんですよ。というよりはガラケーの時代からもそうなっていて、いやパソコンの時代も20世紀の終わりぐらいからもそうなってんですよ。
オンラインゲームっぽいものだとか、今のような滑らかな映像とかではなくても、ネット上でのコミュニケーションを取ってっていうことが当たり前になっている、まあ、その象徴的なものをゲームだとするならば、もう20年来ゲーム上でオンライン上でいろいろな人と交流を持って、さらにリセットボタンがあるかないかはともかくとして、ゲームによるコミュニケーションというものが普通になっている、普通に思う子たちもいる。もちろん全員じゃないんです、全員じゃないんですけれど、そういう子たちもいる。はい、これが暇空茜現象につながってくるのが、暇空茜さんのようにこのオンラインの情報を駆使していろいろなことができる。さらに暇空茜さんの場合には、そこにリーガルハラスメントというか法律的な解釈も加えて、そしてリアルと戦っている、リアルで戦っている。こうしたことを踏まえたときに、こちらの読売新聞の正午、バナナ320本食べるとタヒヌ、都市伝説を盲信し、検索6時間、教室で情報披露を、ということで、これをいかんあかん、いかんあかんとね、まあ言うのは簡単ですよ。しかし、読売新聞さん、どんな昭和の話をしてるんですかということになっちゃう。もう時代が変わっているというか、もうとっくの昔に変わっている。ひよこが動かなくなっちゃった、リセットボタンからもう30年以上経ってんですよ。そしてそのひよこかーって言ってた子がもう立派な大人です。立派な大人、昭和的表現を借りるならばおじんです。おじん、おしんじゃないですよ、おじん。まあ、そんな時代になってんのに、バナナ320本でいかあかん、情報変色とかって読売新聞がやっている。まあ、こうしたこと、そしてこの企画を通し、これを取材しているのが読売新聞の中の人、記者らしき人物であるならば、やはりマスコミの没落の快進撃が止まらない理由というのは明らかなんじゃないでしょうか。ひよこのリセットボタンに対していかんあかんと。つまりこれはどういうことか。もう一歩踏み込みますと、現状変更をしない、させない、許さない。しない、させない、許さない。テレビを見るだけのもの。ゲームなんかやってないで、子供は風の子ビュン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 外にって言ってたら、新型コロコロで、お外に出ちゃダメ。ジョギングしても暇つきだキラキラキラになっちゃう。ハイキングダメダメ、移動ダメとかやっちゃって。子供どうすればいいんですかって話。それぞれの時代時代によって技術も常識もアップデートしていく。しかし一方で変えちゃいけないものもある。ところが時代が変わって技術が変わって、というよりひよこのリセットから30数年経っているにもかかわらず、子供がネットでオンラインゲームやって都市伝説情報を見て親を叱りつけるんではなく、子供がネットを使っている、そんな程度のゴミ、マスゴミ、失礼しました、間違えました。読売新聞、紙の新聞とか、それは没落するのは当たり前じゃないでしょうか。その象徴的な人物が暇空茜さんであり、またペーパーハウス君さんとかにしても、避難所さんとかにしてもそうですし、今ちょっくりさんね、ちょっとお休みしてますけれど、まあ、こうした人たち、はっきり言うと暇空茜さんも40代ですので、必ずしも若いわけではない。もちろん私なんかよりは若いですけれど、つまりそれだけ当たり前になっちゃってる。ネットが当たり前になっている中で、このネットの声に耳を傾けない。これはマスコミ全般にも言えることです。ネットの声がというんですが、もうネットは当たり前になってる。ネットにいるのは特別な人たちじゃない。こうしたことを全く踏まえずに、ネットかとかやってるのがマスコミ、さらにテレビを見ないとか言ってるのも実のところ同じなんです。テレビくだらないものをやってるって。でもそれが垂れ流されて、テレビの情報がネットに拡散されているんですよ。テレビ見ないのもちろん自由ですよ。私も今ほとんど見ませんけれど、テレビの情報がネットに移植されて、ネットでネタとして消費されてるわけです。そうした時に、仮にこの日本社会の国内の問題を取り上げるとき、あるいはこれは海外の問題が日本国内で共有されていない、この事実を確認するとき、テレビの情報もこれまた重要だということに、テレビばっかり見ているとろくなね、あれにならないよ、え、変なんて言ってた昭和の大人たちはまだこの現実に気づかない。このことを指摘する、まあ、一種のニュースの取説、プチプチニュースの取説でございました。